ビートルズ・ビートルズの曲名一覧、イエロー・サブマリン・ビートルズ・ビートルズの作品イエロー、サブマリン、イエロー・サブマリンは、ビートルズの楽曲である。レノン・マッカートニーの作品だが、リード・ボーカルは、リンゴ・スターで、ビートルズのイギリスでのシングル曲で唯一スターが、リード・ボーカルを務めた楽曲である。百六十六年八月に、エリナー・リグビーとの両英面シングルとして発売され、 シングルと同日に発売された7作目のオリジナルアルバムリボルバーにも収録された。シングルは全英シングルチャートで4週連続1位を獲得し13週にわたってチャートインした。1966年にシングル A 面曲の中で最も高い販売数を記録した楽曲としてアイバーノベロ賞を受賞した。1968年には 本作を題材としたアニメ映画、イエロー・サブマリンが公開され、翌年に発売された同名のサウンドトラック版にも収録された。なお、映画のエンディング及びサウンドトラック版の最終トラックには、ジョージ・マーティンによって編曲されたオーケストラバージョン、イエロー・サブマリン・イン・ペパーランドが収録された。子供向けのナンセンスな曲として作られたが、発表当時は、 様々な社会的な解釈を受け、一部では薬物についての曲ではないかという憶測まで飛んだ。1966年5月、NME 氏の記者から、ビートルズのアルバムへのシンガーとしての参加について、質問をされたスターは、イエローサブマリンを引っ下げて、ジョン・トポールは僕のために書いてくれたようだけど、もし僕がしくじってしまったら、他の人の LP から、 カントリーウエスタンの曲を探さなくちゃならないと答えた。1967年3月のインタビューで、ジョン・レノンとポール・マッカートニーは、それぞれが取り組んでいた2つの異なる楽曲を組み合わせて完成させたと語っている。1966年にマッカートニーは、楽しい歌さ。それがすべて、僕らは子供向けの歌を書こうとしていた。 歌詞についてそれ以上の意味なんてないと語っている。なお、ドノバンは、スカイ・オブ・ブルーシー・オブ・グリーンというフレーズを加えたとされており、1980年のプレイボーイ誌のインタビューで、レノンは、イエロー・サブマリンは、ポールの子供だよ。僕も手伝ったけど、ドノバンも歌詞を手伝ってくれた。みんなでスタジオに集まって作ったんだけど、ほとんどポールの思いつきさ。 リンゴのために書いた曲だよと語っている。1994年にマッカートニーは曲の制作過程について j ン・アッシャーの家の屋根裏部屋のベッドで横たわってうとうとしていたらこの子供向けの曲が思いついた。そこでリンゴが歌ったらいいんじゃないかと考えたからボーカルはあまり音程の動きがないものにした。頭の中に旋律を思い浮かべて年老いた船乗りが若者たちに 海での生活を語るというストーリーがひらめいた。ジョンにも手伝ってもらったよ。歌詞はだんだん曖昧なものになっていったけど、コーラスとメロディーは僕が書いたと語っている。イエローサブマリンのレコーディングはアルバムリボルバーのレコ、ディンセッションの開始から8週目に行われた。1966年5月26日に EMI スタジオのスタジオにで本作のセッションが 行われたが、プロデューサーのジョージ・マーティンは、体調不良により欠席していた。同日のセッションの大半はリハーサルに費やされた。リズムトラックは、スターが、ドラムス、レノンが、アコースティックギター、マッカートニーが、ベース、ジョージ・ハリスンがタンバリンという編成で4テイク、録音された。リズムトラックは完成バージョンよりも早いテンポで、録音され、キーは、G メジャーとなっていた。 テーク4のリダクションミックスを行った後、スターのリードボーカルを録音し、レノン、マッカートニー、ハリスンの3人でコーラスを歌った。ボーカルパートはテープの回転速度を変えて半音低いキーで録音された。その後、新たにリダクションミックスを行い、効果音のオーバーダビング用の空きトラックを作成した。6月1日にマーティンは、 ザ・グーンショーなどのコメディレコードのプロデュースを担当した経験を活かし、後悔の雰囲気を醸し出すため効果音を加えた。2回目のセッションでは、スタジオの物置から効果音のために、鎖、合掌、タップダンス用のマット、ホイッスル、汽笛、水の入ったブリキなどが持ち出された。これらの音は、1973年にピンク・フロイドが発表したマネーで聴けるそれと同じである。 レノンは、ストローで、水の入ったブリキに泡を立てた音を提供し、マッカートニーと共にレコーディングルームの外から叫ぶ、ことで船長が命令する声を作り出した。さらにスタジオのスタッフ2名は、水の入ったブリキの中で鎖をかき回した音を、提供している。この日のセッションでは、ローリングストーンズのブライアン・ジョーンズ、ハリスンの当時の妻であるパティボイド、マリアンヌ・フェイスフル、 ロードマネージャーのマル・エヴァンズとニール・アスピノール、バンドの運転手であるアルフ・ビック・ネルラが、スタジオに招かれ、スタジオのスタッフと共に、エンディング部分のコーラスを歌った。このセクションにおいてエヴァンズは、マーチングバスドラムも演奏した。当初、本作の冒頭にはスターによるナレーションや、ハリスン、マッカートニー、レノンによる会話が含まれていた。スターによって語られる物語は、 レノンによって書かれたもので、レコーディングにはかなりの時間が費やされたが、6月3日のセッションでこの部分はカットされることとなった。この語りを含めたバージョンは、1996年に発売されたシングルリアルラブに収録された。ビートルズは従来の方針を破棄し、アルバム収録曲をイギリスでのシングル版として発売することを決めた。 シングル、イエロー・サブマリンは、イギリスで、ビートルズの13作目のシングルとして発売され、スターがリードボーカルを務めた初の作品となった。イギリスでは1966年8月5日に、エリナー・リグビーとの両英面シングルとして、アメリカでは8月8日に発売され、いずれもオリジナルアルバム、リボルバーとの同時発売となっている。 シングル版は、ビートルズが一切楽器演奏に携わらないバラードと、ノベルティソングという組み合わせという、従来のシングルとは、内容が大きく異なっていた。なお、1965年以降に発売されたシングルでは珍しく、いずれの楽曲もプロモーションフィルムは制作されていない。7月30日に発行されたメロディメーカー誌の報道によると、 ビートルズが従来の方針を破棄してリボルバー収録曲からシングルカットした理由はエリナーリグビーのカバーバージョンの販売を妨害することが目的だったとのこと。その理由について質問されたハリスンは何十人もの他のアーティストがこの曲でヒットを飛ばしているのを見ているのではなくバンドが発売することを決めたんだと答えている。 8月のニューミュージカルエクスプレス誌のインタビューで、マーティンは、この曲をアルバムとは別に何らかの形で発売したいとは考えていたが、通常ビートルズが同じ曲を2回発売することをあまり心よく思っていないことを理解しなければいけなかった。世間を騙しているのではないかと。しかし、よく考えてみると、ファンが騙されているわけではないことに気がついた。 ほとんどのアルバムは12曲しか収録されていないが、ビートルズはいつも14曲収録されているじゃないか、と語っている。2018年7月6日にアニメ映画イエローサブマリン上映50周年を記念し、7インチアナログ版で限定復刻された。本作のシングル版は世界中のシングルチャートで第1位を獲得した。レコードリテイラーのチャートでは、 両英面シングルとして13週連続でチャートインし、そのうち4週にわたって第1位を獲得した。本作は、ビートルズにとって12作連続で、イギリスのチャートで第1位を獲得したシングルとなった。両英面シングルでありながら、イエロー・サブマリンは1966年にシングル英面曲の中で最も高い販売数を記録した楽曲として、アイバー・ノベロ賞を受賞している。 アメリカでの本作のシングル版の発売は、ビートルズの最終ツアーと重なり、キャピトルレコードから発売されたアルバム、イエスタデイトゥデイに使用された、ブッチャーカバーに関する論争に加えて、モーリーンクリーブとのインタビューにおける、レノンの僕たちはキリストより人気があるという発言により、世間を騒がせていた。レノンのキリスト発言は、シングルとアルバムの発売に影を落とす形となり、 ビートルズのレコードなどを焼き払う運動が行われ、多くのラジオ局がビートルズの楽曲を流すことを拒否した。また、ビートルズはベトナム戦争への反対を表明していたが、これはアメリカにおけるバンドのパブリックイメージをさらに再定義するものとなった。キャピトルレコードは、これらの論争を考慮して、エリナーリグビーの宗教的な表現を警戒し、 イエローサブマリンの単独 A 面として宣伝した。本作は、ビルボードホット100でスプリームスの恋は焦らずに次ぐ、第2位、キャッシュボックス誌とレコードワールド誌のチャートで、第1位を獲得した。本作は、1963年以来チャートインを続けてきたビルボードホット100で、第1位を獲得できなかった初のシングルであり、ジャナサングールドは、その原因について、 キャピトルが最初にエリナーリグビーを見落としていたことによるものとしている。ビートルズの広報を担当していたトニー・バーローはワシントン・ポスト紙のリロイ・エフ・アーロンズに記事の承認を求められた際にバンドのニューシングルがチャートで低迷しているという記述を除去するように依頼した。作家のロバート・ロドリゲスは本作がチャートの上位に入らなかった原因としてラジオの放送禁止を挙げている。 シングル版は発売から4週間で120万枚の売り上げを記録し、9月12日にはアメリカレコード協会からゴールド認定を受けた。ウィスコンシン大学マディソン校で行われたベトナム戦争反対デモの様子。本作はアメリカの学生の抗議運動と共鳴した。イエローサブマリンは1960年代に様々な解釈がなされた。 音楽ジャーナリストのピーター・ドゲットは本作について文化的に空虚な曲であるにもかかわらず過激的な精神のロールシャッハテストのようなものになったと述べている。本作のコーラスは学生やスポーツファン、ストライキ中の労働者によってちゃんとに流用された。その例としてドゲットは1966年後半にバーグレイで行われた学生の抗議活動を挙げていて そこでは、デモ参加者が大学当局にヤジを飛ばし、ベトナム戦争に抗議した後、デモの終わり際に、本作のコーラスを用いて継続的な決意を表明し、イデオロギーの分裂を強調していた。社会学者で文化評論家のトットギトリンは、本作がバークレーのカウンターカルチャーや震災抑活動を結びつけるアンセムになったと振り返り、その例として、 フリースピーチ運動のマイケル・ロスマンが本作を我々の未来への信頼と我々全員が生活をするのに適した場所への憧れを表す曲として採用したことを挙げている。1967年4月15日にサンフランシスコで行われた抗議活動では黄色いハリボテの潜水艦が群衆の間を通り抜け、タイム氏はサイケデリックとの逃避願望の象徴と解釈した。 作家で活動家のリロイ・ジョーンズは本作をアメリカの白人社会の排他性や現実からの剥離を反映したものと解釈しビートルズが We All Live In A.E.L.O. s u b Marine と歌えるのは文字通り彼らやその仲間たち全員が住んでいる場所だからだと述べている。ドノバンは国際的な名声に交流されたビートルズの苦境を表していてそれに対して彼らは 高揚感のある共同体のような歌を歌うことで反抗したと語っている。1966年11月にアーティストのアラン・オールドリッチはウーマンズ・ミラー氏のビートルズの特集記事に合わせてイエロー・サブマリンと同じくリボルバーに収録の3曲のイラストを描いた。オールドリッチが描いたイラストは潜水艦が大きなブーツのように描かれており艦長が上から覗き込んでいる。 この記事は、年初に行われたモーリーン・クリーブによるメンバーへのインタビューをしたもので、表紙には、オールドリッチによる有志鉄線に捉えられたビートルズが、ヘルプと叫ぶイラストが使用された。イエロー・サブマリンの友情とコミュニティのテーマは、1967年のサマー・オブ・ラブの背景にあるイデオロギーとも共鳴していた。ビートルズの広報を担当していたデレク・テイラーは、 本作を、箱船のようなもの、イエローサブマリンは、私たち全員を安全に連れて行ってくれる何だかの、船の象徴、善は悪に勝るという、メッセージと振り返っている。ペントバルビタールのカプセル。そのカプセルの色や形から、イエローサブマリンという愛称で呼ばれていた。本作は、ビートルズの歌詞に意味を見出そうとするファンの間で、ドラッグを表す暗号とみなされていた。 イエローサブマリンはカウンタカルチャーでバルビツール産系ネンブタールを宣伝する曲として採用されていて、そのカプセルの色や形からイエローサブマリンという愛称で呼ばれていた。聴衆の中にはタイトルを樹脂で汚れたマリファナのジョイントのことを指す言葉であると解釈するものがおり、作家のジョージ・ケースはドラッグに触発された音楽と歌詞で、 一杯のアルバムの中で LSD のトリップにおける子供のような共同体的な超現実主義をカプセル化した曲と述べている。本作はテレビアニメアニメザビートルズを手掛けたキング・フィーチャーズ・シンジケートが制作し1968年に公開されたアニメーション映画イエロー・サブマリンに影響を与えた。本作は映画及びサウンドトラックアルバムの オープニングトラックとなっており、エンディングにはマーティンにアレンジを手掛けたオーケストラによる、ディプリーズ、イエローサブマリン・イン・ペパーランドが使用された。リバプール・ジョン・デノン空港に設置された、イエローサブマリン1984年に、キャメル・レアードの実習生により、イエローサブマリンと題された、長さ51フィートの金属彫刻が制作され、リバプール国際ゲ芸博覧会で展示された。 この彫刻は、博覧会終了後もリバプールに設置されていたが、パラダイスストリート地区の再開発計画に伴い、2005年にリバプールジョン・レノン空港に移転された。2005年のジョージ・ W ・ブッシュの大統領、就任式に対する抗議活動をはじめとした、イギリスやアメリカでの政府への抗議活動において、本作が、We All Live In、A、i s シストレジームと歌詞を変えて使用された。 本作はビートルズ解散後のスターのソロ活動において代表曲の一つとされており、リンゴスターヒズ・オール・スターバンドのライブでは定期的に演奏されている。このうち1992年7月13日のモントルー公演でのライブ音源が、翌年に発売されたライブアルバムリンゴスターヒズ・オール・スターバンドボリュームにライブフロム・モントルーに収録された。 日本では1982年にこの曲を元にしたイエローサブマリンオンドが発売された。大竹栄、AH、一プロデュースの元萩原明翔が編曲を手掛け、歌詞はマッカートニーによる英語の詩を松本隆が日本語に訳しつつ一部で原曲を利用し、女性ミニ謡歌手の金沢明子が歌った。また、日本プロサッカーリーグのチームの中には同曲のメロディが 替え歌ちゃんととして使われる例が、北海道コンサドーレ札幌、ザスパークサツ群馬、名古屋グランパス、京都サンガ FC、ガンバ大阪、ビッセル神戸など多く存在する。また、サッカー日本代表選手の中山正史の応援歌としても、クラブと代表の双方で使用されている。出展、ありがとうございます。